GBP、JP 倍が出ましたね。これ倍ですね。GBP、JP はまた倍です。あんまり良くないんです、このシグナルは GBP、JPI。タブに出ててね、あんまり数字良くないんですよ。だからこれちょっと注意して、これはまあ練習中ということですね。ね。このシグナル悪いから。仕方なんですね。あんまりね、こう悪くてもね、勘でね、こうやって打つっていうのがと、こんな上がっちゃったなっていう感じで、こんな感じで楽に上がってきて楽ですね。ただこんな感じの勘が入らなければ負けるんですよ、大体。とにかくこのインジケーターと EA の設定値をうまくやることですね。そしたらその大体ほぼこのシグナル通りで打ってきゃいいんです。いいところにね。いいチャンスの時みたいだっていう読みの時だけ自分の読みでたくさん打っときゃいいね。で、追い打ちは絶対しないということでね。シグナルが2回目出たときはいいですよ、このコンピューターの方でね、分析してるから、ちゃんと。最初外してもね。理論的に作ってるんですね、インジケーターの方は。だから、EA の最適化って、その設定にできるだけ設定通り、それで分析通りにできるだけ忠実に、ね、再精度があるかということで私、プログラムしてるんですよね。だいぶ離れるのはこれ、しょうがないんですね。MT4 の
ソフトが悪いんですよ。分析とね、再現性の家の分析が同じにならないんです。だいぶ悪いんですよ。ね、精度が悪い。これは私のせいじゃないんだ。で、それをできるだけ近くしてるんですね、こっちの方が。はい、勝ったですね。勝ったでしょ。ほら。勝ちました。2個とも勝ちましたね。分析のデータ、あ、また出た。GBP JPI by で、また上ですね。今度上です。またね、こう上ってね、また出てきました。これを打ちしないんですね。打ちはしないと。で、また戻ってきちゃったですね。また勝ちの方がいい。